はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒に仮想通貨に関連した今、世界で注目されているニュースについて見ていきたいと思いますえ。今日のですね、一番の注目は、今ですね、オプション市場で、特にイーサでですね、非常に活発な取引が行われていて、結構その、ちょっとクレイジーな異常な状態になっているというので、そちらもですね、最後の方に皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひですね、動画最後までご覧ください。 あとはですね、このチャンネルをですね応援してもいいよという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録とベルボタンも押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速ニュースいってみたいと思うんですが、まずはですねあの、ちょっと驚きのニュースなんですけれども、イエレンさん、これ財務長官の方がですね、現在インフラ法案に関連したですね、えっと、税制改革っていうのを 税制改革というかその仮想通貨関連の業者業、業務を行っている会社に対して、今後ですね、えーまあ、いろんな書類の提出っていうのを厳格化するということが行われていくような予定となっているんですけれども、まあ、今ですね、その取引所っていうところが中心の、えーまあ、取引所だったりとか、あとはトレードしているようなところですね、そういったところに対して提出資料の厳格化というのを行っていくというのが、まあ、大まかな方向性かなと思っていて、 マイニング業者ですとか、また DeFi のプラットフォームとかっていうのは除外されるという方向性に今ある程度言ってるんじゃないかっていうような世論になっているんですが、このイエレンさんがですね、なんとこの緩和、ちょっとそういった方向性の規制の緩和みたいなことはやめた方がいいんじゃないかっていうようなことをロビング活動をしていると。なので、かなり厳しく広範囲の仮想通貨の業者に対して、えー いろんな提出書類の厳格化を行う、まあ、つまり、まあ、より厳しく税金に対して徴収をしていくようなことをですねあの彼女はやりたいというふうに、えー、このニュースでは出ていました。でほぼほぼ今いろんなメディアを見てみるとマイナーとかそういった DeFi に関連したプラットフォームっていうのは除外されるっていうのが大まかな方向性にはなっているので、まあ、これが結構こういうふうに この方向性で覆ったりすると、少しネガティブな反応っていうのは出てくるかもしれないので、このあたりはですね、見ていきたいポイントかなと思っています。はい、次のニュースいきたいと思うんですが、あとはですね、SEC が今回初めて DeFi のオペレーターをですね、えっと、まあ、捕まえてというか、オペレーターに対して、えー、まあ、罰金を、支払いを命じたというのが今回、これ今までで初めてなんですけれども、まあ、いわゆる アンレジスタードセキュリティっていうふうにここに書いてますが例えばそのこれ証券なのに証券として届けてないでそれを販売しているでこれはもう証券法の違反ですよということで罰金とでそういったことに関連したもので今リップルとの裁判とかっていうのもやってますけれどもこういったことが今後他の通貨にどんどん発給してくる可能性があるのでちょっと怪しそうなコインとかですねあとは s c c の方から今後どん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 コメントっていうのは出てくるとは思うのでじゃあこの通貨はどうなんだこの通貨はどうなんだっていうふうにまあ議論が起こると思うんですよねでもクリアにビットコインに関しては大丈夫だよっていうようなコメントも出ていたので、まあ、そういった観点からすると、まあ、変なアルドコインに対して手を出すというよりも、まあ、より今ビットコインが買われやすいような環境にはなってくるのかなと思うので、まあ、この辺りのですねニュース さらにこういった罰金制裁とかっていうのが出てくるかどうかっていうのは非常に我々にとって重要なポイントかなとは思っています。はい次なんですが、まあ、引き続きまたバイナンスですねあのヨーロッパでもデリバ,リデリバティブ先物オプションとかっていうところの取引は一旦ちょっと終了ということが報道されてましたが今回改めて香港の方でも同じように厳格化をしていくということが発表されていました。 で今回に関しては政府からこうしろっていうふうに言われたんではなくてもう自分たちの方からこういった規制を各国でいろいろ進めていくというのが今方向性として彼らが動いているようです。でおそらくこれは他の国の方にもどんどん移ってくるとあの同じように動きをしてくると思うんですけれども今回ですねやっぱり各国の規制に対して自分たちからやっぱりやっていくっていう姿勢を見せることで まあ政府と仲良くやっていこうというところも、えー、非常に姿勢としては見せているので、まあ、非常にいい傾向なんじゃないかなと思ってます。で、えー、と今後は新しいあの新しくアカウントを開けた人たちに対して、まあ、全面的に禁止で、まあ、徐々に既存のクライアントにも禁止っていうふうになっていくと思うので、まあ、おそらく日本の 市場もですね、同じようになってくると思うんですよね。なので、えっ、ー、と、本当にこの先物取引をやってる方っていうのは、今後どうするかっていうのは考えておいかないといけなきゃ、考えていかないといけないようなポイントになってくるかもしれないので、その辺の準備っていうのはしておくべきかなと思ってます。はい。で、こちら、先ほど申し上げた一番の今日のビッグトピックなんですけれども、イーサーのオプションがですね、えっ、ー、と、イー s a 1 5 5 9ンのアップデートが、えー、の、 まあ実装され始めた後ににに非常にマーケット好調に上がってますよ、ね、で、そういったところを受けて、今ですね、イーサのストライクプライス、講、え、師、ー、価格が4万とか5万っていうところが今、ものすごい買われてるということなんですね。これ、え、それビットコインの講師価格なんじゃなくてっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もうこれイーサなんですね。でちょっと下の方見ていくと、 グラフがわかるんですけれども、今こういっった状況になってますで。これは何かっていうと過去24時間でどこのストライクプライス、格子価格でオプションの取引が行われたかというのを表しているものなんですがここに見ていただくとおりこれ4万とか5万っていうところの水準で一番多く取引が行われている。でこれかなり結構異常値だとは思うんですけども、まあ、これをこういったものがどんどん取引されるぐらい、まあ、非常に今は、えー イーサーに関しては前向きなフローが今出で、えっ、ー、と、もう一つ一つ注目したいのが、じゃあオプション取引が行われているっていうふうなのと、じゃあその中身ってどうなのかっていうと、4万ドルの格子価格のオプションを買って、5万ドルの売るっていう、まあ、いわゆるこれ、コールスプレッドっていうふうに言うんですが、まあ、こういったオプションを買ってますというような今状況が、あのー、まあ、至るところで起きていると。 ということ今回このツイートでも出ているんですがこの方のツイート僕ですねフォローしようかなと思って探したらちょっと見つからなかったんでまあ継続的にこういったものを終えるかどうかっていうのは正直わからないんですけれどもオプション市場っていうのは結構マーケットにボラティリティを今後呼び込む要因になってくるのでやっぱりですねどのあたりにストライクがたくさんあるかどのあたりの公使価格のオプションがたくさん取引されているかっていうのは非常に重要になってくるのでまあこのあたりはですね本当に継続的に ニュースが出ててくるたたびにに皆さんにお伝えをしいいいきたいと思いますで実際にグラスノートのデータでもですね皆さんにちょっとお見せしたいんですがこれがですねイーサリアムのオプションの取引の今状況になっていますでこちらにもある通り非常にちょっと異常値なぐらいオプションの取引が行われているでかつオプションのこっちが取引のボリュームですねでこっちが現在のオープンインタレスト どれぐらいい縦があるかととうことなんですけども、まあ、イーサリアムに関してててはもうかなり順調にポジションがが積み上がっていってるでこれはどういうことかっていうとポジションがどんどん積み上がっていってるってことは、えー、ボラティティが非常に出やすいという意味とあのイコールなのでさらにですね今後大きく上抜けにあの上抜けていくような可能性っていうのも十分出てくると思いますしまあ、あとは逆の逆流の動きをした時に、まあ、かなり急激に下がってくるとかっていうところも、まあ、起こりかねないので。 この辺りはですね気をつけていきたいとは思うんですが、まあ、イーザーに関しては今この上昇モメンタムに乗っていくっていうような意向がですねかなりマーケットでも強いと思うので引き続き、まあ、そういった方向感で自分たちも見ながら取引をしていくっていうのがまずはいいんじゃないかなと思っていますはいでこちらなんですがちょっとですねあの別の日のニュースでも触れたんですが、えっと、今 SEC のトップのゲリー・ゲンズラーさんなんですけれどもビットコインの ETF に関しては先物での ETF ビットコインの ETF っていうのは、まあ、OK するかもしれませんがまだまだやっぱりちょっとスポット現物っていうのは難しいですよということが改めてまた記事になっていましたで結構やっぱりこれに関してはあの本当にこの先物での ETF になるかどうかっていうのは結構やっぱり重要だよねっていうふうに言われていてでなぜかというと先物っていうのは減月が決まっているんですね現月月いうののは例えば6月が期限の とか7月が期限のとかっってていう風になってたりするもしくはあとただ買って持っておくだけで、えー、結構そのファンディングコストっていうのがかかるので費用が余分にかかるんですよね。ですしあとはえっ、ー、と現物が例えばですけども今例えばじゃあ今4万5,000ドルにいたとしますと。でマーケットがどっちに見るかによって 今、この4万5000ドルなんですが、将来の価格が5万ドルかもしれないし、4万ドルかもしれない。なので、マーケットがどう見てるかによって、価格が、あの、結構ブレてしまうことがあると。なので、我々としては、本当はこの、ただ現物を握っておきたいだけなのに、余分なコストを払ったりしなければいけない可能性が結構高く出るので、スポット、スポットっていうのは、すみません、えっと、先物の,の ETF っていうのは、やっぱり利用者にとって、 我々カスタマーにとって非常に悪い良くない商品だっていうのが、まあ、改めてこの記事で強調されていました。で、おそらくあのどうなるかっていうのは正直分からないんですけれどもこういったことを検討してそれでもできるならやりたいっていう人たちが出てくる可能性は十分あると思うのでそのあたりの,あの今後の移行っていうのはですね注目をしていきたいと思いますしもし先物ベースでの ETF っていうのが出てくればもちろんそういったところにも資金が流れていくと思うので 本当にこれどうなっていくのか実際に先物ベースでのビットコインの ETF 量が出てくるのかもし出てくるのであればそこへの資金の流入ってどれぐらいあるのかっていうのは今後現物の ETF が出たタイミングでも非常に参考値になれたもので注目をしていきたいニュースかなと思っています。はいということで今日ニュースこの辺にしたいんですけれども今回ちょっとライトをブルーにしたんですけどいかがでしょうか今までちょっとオレンジっぽいような感じのライトにしていたんですがちょっと気分を変えてですね少し変えてみました。 あと、若干マイクがもしかすると音声変わってるかもしれませんが、もし何か気づいた点があったりすれば、ぜひですね、あのご意見いただけると非常にありがたいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。